JR 東京駅です。東海道線や東海道新幹線、東北上越新幹線や山手線、中央線、東京上野ライン、まあその他たくさんの路線や列車の始発駅であり、通過駅であり、終着駅でもあります。東京駅にはずいぶん久しぶりに来ました。でっかい屋根、でっかいビル、完全に舞い上がってます。そういえば八重洲口を外から見るなんて初めてじゃないでしょうか。でっかい屋根と風力発電、緑も多い八重洲口。天気は雨ですが気分は上々です。グランルーフというフランス語っぽいネーミングがされています。あんまりでっかい屋根とか言ってはいけないのかも。しかしでっかい屋根はでっかい屋根です。大阪駅にもでっかい屋根はかかっています。中の人は大阪人なので東京駅に負けるわけにはいきません。しっかりと東京駅の屋根を見て大阪を勝利へと導きます。中央区立城東小学校などが入居する予定。
あんなビルに小学校が入るのか。東京はやっぱすごいわ。学校が高層ビルにあるのはもはや珍しくもないですが、さすがに小学校が高層ビル内というのは他にはないのでは。東京も東京駅も魅力的な場所なので、もっと訪れたい場所です。そんなに都合よく東京での仕事があるわけじゃないので、なかなか来れないですけどね。東京駅は超超巨大駅なので、一度に何でもかんでもは紹介できないですから、少しずつ機会を増やしていくぐらいで良いのかもしれません。それにしてもグランルーフの佇まいは CG の描く未来世界のようですね。これだけの空間があればカジノやれるのにとか考えたらダメなんだろうな。いや、忘れてください。ここから下へ降りて丸の内側へ移動したいと思います。東京駅を普段利用しない立場から言えば、八重洲口と丸の内口を行き来するのはなぜかいつも迷います。改札内なら割と簡単なのに、自由通路をど真ん中に通してほしいです。あの屋根を支える柱の根元が意外なほどに細いことに驚きます。丸の内側へレッツゴー。さっきまでとは打って変わってレトロで趣のある駅空間、東京駅丸の内駅舎です。見上げてしまうのですが、そんなことをしているのは私だけです。東京人には珍しくもなんともないのでしょう。歴史と伝統を重ねて佇む東京駅、誰だあんなとこにトラックを置き上がったのは。あそこは本来は車寄せで馬車とかを置く場所です。今でも駐在大使が着任の際に馬車を使うと聞いたことがあります。皇居方面からの東京駅、馬車が似合う雰囲気ですね。広い駅正面横に中央郵便局があるスタイルは大阪駅や京都駅も同様です。大都会東京のど真ん中とは思えない贅沢な土地の使い方。以前はこんなではなかったはず。いや、全く記憶がありません。この駅舎はホテルになっていて宿泊することもできます。とても私には泊まれる値段ではないですが。最後に昔撮った東京駅の写真を見てください。多分2013年頃の写真です。やっぱり駅前が今と違いますね。でっかい屋根はもうあったんだ。以上、東京駅でした。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでもらえましたか？よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますなのだ。